はい、どうも、夜になりましたので行きましょう。なってない、バカな、もうちょっとか。はい、なりましたね、行きましょう。おーしおしおし。意外にね、それで夜にするのがきつくてね、きつく、まあ、石井のサテライトギャザー、痛恨の一撃やってくるやつ、あいつがね、ちょっとあいつ、なかなかですね、もうやられそうになったりしてたんで、で、ブドウ酒とかね、傷薬もちょっと使った感じだったんでね、宿屋泊まっちゃうとね、あれだから、あれになっちゃうから、朝になっちゃうから、はい。あ、空いてる空いてる。お兄ちゃんたち、何の用だい？いいね。入れてくれるの、逆に。ちょっと待って、話、どんな感じになってる？ザビロニアの奴らが大きな顔してのさばっていやがって、畜生！夜になるとちょっと怖くなるやつ。どうした？まあ、痴漢、まあ、それ流行ってるのかな？ガンダム3、物語3では。まあ、入りましょうと。おお、集まってる集まってる。大人には内緒、一緒。ガキ大将いた。いいか、お前ら、予定通り作戦は進んでいる。もうじきゼダンの要塞を攻めることができるぞと。ものすごいこと言ってますけれども。待つんだ。君たちだけであの要塞を攻めるなんて無茶だよ。あ、誰だ兄ちゃんたちは。我々は打倒ザビロニアを目指している流星騎士団だ。流星、子供に対してガチで言うっていうね。ゼダンの要塞は我らが落としてみせるから。君たちはバカな考えはやめるんだ。へん、よそ者のあんたたちの言うことなんて信じられないよ。出てってくれよ。もう言われちゃいましたね。言われちゃいましたね。あれ？あれ？こんだけ？あ、いや、なんかあるな。なんかイベント起こしてないな、これな。確かに先進んでないもんね。なんか信頼。子供たちの信頼を取るなんかをやらないといけないのかな？なんかそんな気しますね。おっと、仲間、お前仲間呼ぶやつかい。呼ばれたやつ、呼ばれたやつがいなくなるっていう一番寂しいやつ。なんか、ここか？また同じパターン。呼ばれていなくなるって。おっと！超音波。あれで混乱するのか。なるほどね。おっと？なんだここは。なんだここは。どういうことだ？宝箱が置いてある。傷薬。全くわからんぞ。え？結構広い。お、敵はあん時のあれっすね。どうしよう。いや、でも気合でいきましょう。子供たちで、あ、なんだ、あのことをやってくれたんだ、じゃあ兄ちゃんたち信用できるからどうのこうのみたいな流れだと思うんですけどね。もう想像ばっかで話してるっていう。まあでもそういうことでしょ。そういうことだろうと。もう RPG やってればね、もうわかるでしょっていう。多分そういうことだと思うんですよね。おっと。おっと。誰かいるぞ。誰かいるぞえ。これ多分戦闘になると思うんで、回復しときましょう。あと、ブドウ酒ね。ヘビーガンダムのブドウ酒使おうぜ。多分、緑のやつの、なんか、オーガみたいなやつが3体ですね。僕の記憶が正しければ。これはなんとなく覚えてる。傷薬少ないね。これはちょっといかんですね。こうやく、まあまあまあ。まあ、行きましょう。
なんだお前たちは。公平ザク、逃げろ。用心棒の皆さん、あとはよろしく。あ、あげましたね。ほら、オーガハンマー、オーガそのものでしたね。まあ気合でぶち込んでいけばいいでしょう。用心棒だ。よし、倒せる。おお、さあちゃあ、これは食らわないと。右右行ったれ、右行ったれ、右右右、じゃあレッドウォーリアじゃ倒せんだろう、多分。でしょうね、でしょうね。で、気合い入れて、気合い入れて、レッドウォーリアが名乗って、よし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 、危ねえ危ねえ。怖ーい。危ない。さすが用心棒。え、こいつ倒すとなんかあるの？公平ザク。いやー、でもこれこんだけでなんかフラグが立ったとは思えないんだけど、どうなんでしょう。え、あのザクを倒したんですかみたいな。いや、そうなるとは思えないんですけどね。どう思います？で、さっき混乱攻撃してきたやつ、混乱っていうか超音波か、あれ多分食らうと混乱になるんですよ。で、一斉攻撃っていうのがありましたでしょ。あれやると混乱してるやつもう一斉に攻撃することになって、混乱のまあ不都合というか、まあ仲間攻撃してしまうとか、そういったのを防げるんですよね。もうね、クラウンナイトヘビーガンダムに一回やられてますからね。ぶっ込まれてますから、横からいきなりガツン撃たれて死にましたからね。まあそれもこんな洞窟、暗い洞窟の中でしたよね、クラウンナイトさんね。いや、びっくりしたわな、あの時な。よしよしよし、順調順調。他にもなんかイベントありそうな気がするんですけど、どうだったかな、どうかなと。なしだと。まあ広いっちゃ広いけど、そんなむちゃむちゃいっぱいなんか道が分かれてるっていうわけでもなさそう。まあガンダム、まあナイトガンダム物語、この作品のいいところは分かりやすいフィールド、ダンジョンが分かりやすいね。まあ、ファミコンっていうのもあるのかもしれないけれども、本当に私でも分かりやすい、覚えやすい構造になってる。そこら辺もやっぱりいいゲームの条件というか、うわーうわーやめれー、プラス直れ、直んねんだな、直んねんだな。まあプラスだったら大丈夫か、だあいつの攻撃出たら全然大丈夫だわみたいなね。ヘビーガンダムが持っていかなければ大丈夫だと思う。まあ少なくともこれで3体は倒せるから、レッドウォーリアといえどもグフーは倒せる。よしよし、オッケー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 、一斉で行こうぜ。オッケー。いやー、混乱怖いっすね。まあ、ヘビーガンダムの混乱じゃなければ大丈夫だけど、そっか、不意打ち食らっただけでも混乱に陥るんだね、超音波だけじゃなくて。踏み層いらねえんだよな。うわい、覚えやすいって言ってて全然覚えてない。こいつらは攻撃でいいんじゃねえかな。ザコザコって言ってたもんね。ね、よかったよかった、もったいないもったいない。オッケー、安定っす、安定して、一応気合いみたいな、ね、ちょっと俺の攻撃じゃ一発じゃ倒せないから、一応
気合やってみたみたいな。これでいいのかな。いやでもなんかまだ先行けそう。あバウ、あいつは混乱してるね。行こう。あれ今思い出した、こいつね避けるのうまいんだわ確か。あーよかったよかった、避けるのなんかうまかった気がする。今みたいに一斉攻撃やって、あいつねかなり避けてたような気がする。でこれそうですね、今思い出したのが、もうこんなとこに落とし穴、落とし穴地点なんですねここね。はいあの木がいっぱい並んでたと思うんですよ。であそこ落とし穴あるんですよ。でここに落ちてくると、そういうダンジョンかマップカーのとは。なるほどね。なめたまねしやがって。くそ、道理で広いわけだぜ。ドラクエ2のねロンダルキアじゃないですけど、まあそんな感じですよね。あれ宝箱あったね左今ね。おこれは怪我の巧妙、よかったっすね。ガンダリウムかな、何かな。そう落とし穴があるんですよ今みたいに。で落とし穴の位置を子供が教えてくれるんですね。子供教えてくれるんですけど、確かね結構雑な教え方だったと思うんですよ。一応じゃあちょっと行きましょうか。おお危ない危ない、怖い怖い怖い。ちょ気合で行こう、気合で。工作兵、まあ工作兵倒したから、で兄ちゃんたちあいつらを倒したんだね、じゃあ教えてあげようみたいなことになってくれるといいんだけれども、もうプラスレッドウォーリアの攻撃力がもう絶望的ですねこれね。えこれいけるか、ゼダンの要塞。いや今まで結構トントン拍子で来たけれども、これ厳しいぞこれ正直。だって雑魚戦でこのありさまだからね、ちょやばいよねこれ。本来気合は使っちゃいけないんですよ雑魚戦でいやいいのかな、みんな使ってるか、みんな使ってるよね。何気にプラス死にそうになってるしよもうレベル上がった、いいね。レベル上がってちょっとごまかすっていう、いやでもレベル上がったんすよみたいな、死にそうになったけどレベル上がったんすよみたいな。これでいいのかな、話してみよう。横から横から、なんだったら後ろから。あ、落とし穴に落ちるのが前提なのか。まあね、この村の大人たちはみんな逃げ腰で情けないからさ、俺たち子供だけで要塞を攻めようとしたんだけどさ、でも兄ちゃんたちは信じていいかなって思うよ。じゃあ要塞を攻めるのは中止してくれるかい。うん、今回は兄ちゃんたちを信じてやめとくよ。本当かい、よかった。そうだ、兄ちゃんたちにいいことを教えてあげるよ。この先の落とし穴地帯に入ったところに一本だけ離れている木があるんだ。あったあったあった。その木からまっすぐ北に進んで最後の木の列まで行ったら左側の岩沿いに要塞に進めば穴に落ちないでいけるよ。いや礼を言いなさいクラウンナイトさんっていう情報を教えてもらうと。ちょっと行きましょうよ、そしたらゼダンの要塞、いやこれすガチで不安しかないっすね。まだブドウ酒でいいかな、メガクォーターまでは行かないでいい気がする。でまた傷薬でいいかなと、なんか特効薬調子に乗って買っちゃいましたけれども、わキャンプ用具売ってねえんだここ。もういらんだろ、不倫層はもういらんのよ。それよりブドウ酒か傷薬でしょ。傷薬
ブドウ酒、傷薬率が、あまあまあ特効薬、あまあヘビーガンダム買ったし、まあ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 、OK か。まあ行こうか。よし、で、宿屋泊まっていこう。ああ、そういえば宿屋聞いてなかったね。ああ、一緒ですね。夜になると狼になるみたいなね。ああ、このショップで動物の餌売ってるんですよ。だいぶ前だけど、卵あったでしょ。あいつの餌なんですよね。止まって記録すると。ゼダンの要塞、無理でしょ。多分無理だと思うんすよね。まあ、まあ、行くっちゃ行くけど、なんか4人、なんか5人とかだったイメージがあるんですけれども、どうなんすかね。ヘビーガンダムが、あ、まあまあ、レッドウォーリアでもいいですか。先に攻撃してくれりゃ、ではこいつは問題ない。まあ。いやー、もう HP 削られるの嫌なんで、もうブドウ酒で。ちょっと鼻かみます。鼻水が。OK。行こう。ゼダ、うわー、嫌だなー。痛恨食らうとやっぱ33になっちゃうからね。これまた仲間呼ばれたら気合い、うわー、連続攻撃のグア3連発いただきました。ありがとうございます。99ですよ。あ、まあでも90、まあでもまあ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 って感じか。さっきのね、急降下の100超えのダメージよりマシってことだからね。ただヘビーガンダムもずっとそれやられたらたまったもんじゃないっすよ。特攻薬でいこう。ここね。こっか、これ多分これ以外全部落とし穴なんですよね。わかんないですけど。一番上まで行って最後の列を左って言ってましたね。そんな感じなんですよ。よし、一番理想的、一番理想的、いいじゃない。こう来て、こう、こう、 OK。 これよ、これ、要塞、要塞っぽいじゃない。おい、あら、誰かいる。これまだね、お互い姿見えてませんからね。お互いね、これ扉あるんですよ、ここね。まだ見えてないからね。行こう。あ、いた。よくぞここまで来られましたな。あ、あなたは。わしの名はガンタンクアール。ソドンの町で僧侶などもやっていたがのっていう、あのフードかぶった法王のおっさんっすよ、がガンタンクアールだったんですね。では、わしも元円卓の騎士団の一人、若いもんばかりでは心配なのでな、協力させていただきますぞ、と。ああ、いいね。話が早い。おいガンタンク R からの出なんぞ。いいだろう、と。魔法、お、アイス、プロテクト、ヒール。いや、めっちゃいい。もうめっちゃ覚えてるし。いいね。そして MP を74、めちゃめちゃある。まあまあまあ、魔法を使うんでね、そんぐらいあってもらいたいよね。でも HP が低いっていう。これちょっと背後から襲われたらひとたまりもないので、ちょっとだけれどもこんな感じでいきましょうか。かっこいい、かっこいい、あのドライバーカチンって合わせたところに光ってるっていうね。これも中二病心くすぐる。見てください、プラスドットとマイナスドットですよ。プラスとマイナスを掛け合わせてあれですよ。
もう安直すぎるっていう。行こう。まあまあちょっと怖いっすけども、ちょっとずつ進んでいこうか。ここね、ベッドあるところは多分違うと思うんですよ。まあ違うっていうのも、ベッドのあるフロアっていうか部屋、ペズンドアッチ、ポーラドアッチ、これもね、なんか覚えてる敵のなんか配置。この二人なんかよく出てくるんですよね、仲いいっていう。まあ倒しますけれども、あ、でこの魔法だけはね、確か対象がいなくなると効かなく、どうだったかな、ちょっと一応やってみますか。なんかもういなかったみたいな表示が出るたような気がするんですが、あ、先に唱えましたね。弱いんすけれどもね、弱いんすけれども、魔法なんで、だいたい一定のダメージを与えられると思う。これ適当に言ってるだけですからね、いつもの感じで。まあでも魔法ってだいたいそうじゃない、だいたい安定してるよね、ダメージ。あ、ヒールが、そう、ヒールがあるじゃない。これめちゃめちゃ、あ、ヒールじゃねえや、 MP だったわ。ヒールね、これめちゃめちゃ HP 回復した気がする。これも、これもまた適当じゃないけどね、これはそんな気がする。他にね、回復 HP を回復する魔法で間違えたよ、ほらまたくだらねえこと喋ってっから。ヒールオールっていう全体回復魔法、まあベホマラー的なやつがあるんですけど、それもね、なかなか回復するけれども、それ以上に回復するみたいな、ね。まあ、ただ単体っていうのがちょっと悔やまれる。まあ、単体だからこそいっぱい回復するっていうんですけどね。で、ちなみにヒールオールの値段は3000金貨だから結構高いんですよ。確か3000だったと思うんですよね。魔法は高いのよね。まあ、でも一回買っちゃえばずっと使えるっていうから、まあ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 、いいのかなっていう。あ、でもなんかガンタンク R 人で入っただけで安定するね。なんかそんな気しません？どんぐらい使うんだろう。645か。まあベホイミみたいな感じか。よし、この5人だよね。この5人で、まあ、クリアしないといけないんだけれども、結構ダメージ食らうね。ガンダリウム今手に入れたから、プラス、クラウンナイトの防御、かな。まあ、当然のことながら、ボス戦ありますよね、多分ね。あ、でもプロテクトとか覚えてんのか。いや、どうなんだろうな、これな。ボス戦があって、いや、ボス戦どう戦おうかっていうちょっとイメージをしてるんですけれども、いやー、結局プラスとレッドウォーリアの攻撃って多分通らないですよね、今のまんまな感じだと。だからそのヘビーガン補助、ヘビーガンダムとクラウンナイトの回復に回ってっていう戦い方になると思うんですよね。で、それの間、その戦ってる最中にプラスレッドウォーリア何かいるし、銀の紋章補助役がやられちゃうと困るよねっていうのをちょっと思ってて、で防御力上げようかなって思って、プラスのね守備力かなって言ったんですよ。110めっちゃ食らう。デナンゾンびっくり。こ
こいつアイスに弱いんか。そうか、お前アイスか。アイスかと、お前は。なるほどね。今左にいたやつさ、なんかどっかで見たことあるよね。あれ、あれか。ロンメルドワッチでしょ、あいつ多分。俺が斧を持ってる姿かっこいいって言ったやつでしょ。多分そうだわ、あいつ。で、何を驚いているみたいな。あれは偽物だみたいなことだったかな。こっち行くと、まあ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 、多分ロンメルさんに会うと。あ、こっち、あ、もうねえし。もうあそこしかねえんだ。ちょっとじゃあ、ガンダリウムで、鍛えてきますか、一回。鍛えて戻ってきた方がいい気がするな。ロンメルドワッチともう一段階ボス戦があるはずなんですよね。そこでいけ、一回鍛えておきたいんだけど、どうしようかな。プラス3でしょこれ。やばくねっていう。で、ガンタンクアールでもプラス4だからね。まあ、ヘビーガンダムはもう攻撃特化だからいいとして。っていうところなんですよね。ちょ、一回鍛えてきますかね。ちょっと鍛えていきますわ。おっと、お久しぶりじゃない。生き残ってたんすか。アイス42ってもうほぼ固定っすね。で、思っ、ま、おっと強い。で、魔法使いについてちょっと、まあ偶然といっちゃ偶然で、今朝思ったんですよ。魔法使いって防御弱いじゃない。なんで防御弱いのっていうところから始まる話なんですけど、まあ魔法使い僧侶防御弱いじゃない。攻撃力弱いのはまあまあわかると。だって武器とか装備、まあ、持ってないからっていうのもあるけれども、まあ力っていうのもあると思うんですよね。なんで防御力低いのって思いませんって思ったんですよ今朝。え、なんでお前防御そんな低いのって。我々人間ってそんなに身体能力ってそこまで大きく変わらないと思うんですよね。まあそれこそスポーツ選手とかクラスは別として、別としてですよ。もう0コンマ何秒争うスポーツは、まあ 100m 走とか、あれはまあ別として、例えば打たれ強さですよ。打たれ強さってそんなに変わらないと思うんですよね、ダメージ食らう側としては。で、そこで大きく違ってくるのが多分防具ですよ。防具あるかないかで全然違うじゃないですか。で魔法使いの話ですよ。いや、防具身につけられろよ、あ、間違えた、防具身につけられろよっていう話に行き着くっていう。昔からそのまあドラクエとか、ドラクエ、まあドラクエとかドラクエって、ドラクエはさ、魔法使い、まあ弱いじゃない防御力。まあ一番弱い典型例の一つとしてあると思うんですけど、戦士とかも、まあ最初レベル1ですわ。まあ魔法使いレベル1ですわ。俺なんでこの話してんだろう、まあいいや。そうだ、今朝思ったから。職業、まあドラクエ3でいきましょう。もうバッと決めましょう。ドラクエ3でもう戦士レベル1、魔法使いレベル1、もう絶対そんな変わらないはずなんですよ、身体能力的に。
もうだってあのルイーダの酒場でもう出会ったわけじゃない、そこで出会った、まあ、出会ったっていうかそこで登録した、まあ、要は派遣の登録みたいな感じですよ。で全然別にお仕事したことないっすみたいな人が、それはちょっと失礼か、まあ、派遣でもうレベル1の人が行ってるわけですよ。もうそれこそまあ18歳になりましたとか20歳前後の人とかが、まあじゃあアルバイトをやろうかなみたいな、まあ、何だったら高校生とかまだ社会経験すごいない人ですよ、レベル1だとしたらね。登録している人が全然そういう人ばっかっては言わないですけれども、まあ、レベル1だったらそんなに変わらないと。でまあ装備できるものと装備できないものがねあるっていうんですけれども、それがなんかもうおかしいっていう、ね、なんていうのかな、魔法使いも、俺が言ったら魔法使いもなんか戦士と同じような防具装備できろよっていう話、一言で言うとそんな感じ。そうなんですよね。いや俺装備できないっすっておかしくないっていう、いや絶対できる、絶対できるでしょっていう。武器はまだわかる、これ重いとかさそういうのはあるじゃん。防具はなんとかなるんじゃないっていう、防具はさすがになんとかなるでしょって思うんすよ。なんか鉄の鎧、まあ鎧、まあ確か重いと思うんすけど、自分の身を守るためだったらそれぐらいはとは思うでしょ。そこなんすよね、言いたいのは。なんかすげえ話しちゃってますけど、いやそこなんすよ、要は。でそれ身につけたまんま戦えばいいじゃない、魔法使えばいいじゃないって思ったのが今朝、ちょっと顔を洗ってる時に、はい、思いました。すいません、そんだけです。特にオチも何にもないですけど、そんな感じです。いやだからそうなんですよそうなんですよね。あ、今調子に乗って魔法いっぱい買っちゃいました。あ、魔法じゃない。メガアイスとかね、メガマインド、メガショックあるんですけどね。全体攻撃なんですけど、そんなに攻撃力自体がね、強くないので、あんまり、自分は買わないアイス1本で行った方がいいかな。で、行きましょう。プラスの防御力ですね。安い。いいね。あれ、金足りる ?890 しかなくなっちゃったよ。調子こいてメガクォーター買っちゃったからな。あ、いけるいける、よし。これ、まあまあ、クラウンナイトも耐えられますよと。あんま上がった気しないんだけど、まあまあ行くしかないっすね。 OK。 あーちょっとなんかしょうもない話してたら30分過ぎてますね。まあそしたらゼタンの要塞のところぐらいまで行きましょうか。だから魔法使いな装備できろよって思います。だまあドラクエ3を例えに出しましたけれども、だ魔法使いがなんで重装備っていうんですかね、重い装備できないのでしょうかっていうところが、その問題提起のところ。まあ確かに彼がそこまで強くない、重いもん装備できないですよっていうんだと思うんですけれども、それでも鎧とかは装備できると思うっていうのが私の意見。まあ剣とかは重い、さっき言ったけど
これから行くあのロンメルドワッチとかさ、あいつが持ってる斧とかは持てないと思うんですよ。だからこそ魔法を使うんでしょ。魔導書かなんか読んで、まあヨガファイヤーとかね、ヨガファイヤー、ヨガファイヤー、ヨガフレイブとかね、っていう流れなのかなと思いました。はい、ロンメルドワッチ戦からにしましょうか。次はおっとゲルベグ、かっこいい。そう、こういう盾とかは持てないでしょ、さすがに。鎧これも重そうだよね。これ重そうだけれども、重そうだけれども剣と盾は持てないけれども鎧はしてくれっていう。かっこいいな、こうゲルベグ。赤も好きなんですよね。いいね。攻撃は変わってないからね。で、意外にそんなに硬くないっていうこいつね。ちょっと見かけ倒し感がある。プラスの攻撃で140ってちょっとやばいよ。でも経験値そこそこもらえる。で、こういってぐるーっと回ってロンメルさんか。そうですね。フレアとか、まあフレアアイスとか特殊な攻撃が弱い敵もいるみたいな、なんか攻略本に確か書いてあったと思う。実家にあるんでね、攻略本まああってもなくてもいいんですけど、あのね、最後おすすめのパーティー編成みたいのがね、最後の方のページにあってね、それもね、大体覚えてるっていう。フォーミュラ舞台にね、なんか兄弟がいるんですよ、フォーミュラ。なぜか何の兄弟だって思うんですよね。で、その兄弟はそっちで固めて、なんかあと後から出てくる F91 を入れるみたいなね、そんな感じだったと思う。いやー、でもやっぱり結構やったのって覚えてるもんなんですね。感覚で後覚えてる。だから結構全然違った記憶になっちゃってる。いやー、いいね、楽しいっすわ。まさかのガンタンクRの連続攻撃、全然痛くない。オーガハンマーもちょっと逆にびっくりしてるっていう。まあまあ、ちょい長くなりましたが、もう着きますから。よし。もう、ブドウ酒、こっちですね。ここでガブ飲みしてますね。もう気合で行きましょう。もう、それで行こう。ブドウ酒と、あとはメガクォーターかな、今後はね。それ一本で行こう。倒せると。で、おー、プラスいいね、防御力上がってるわ。あの、全然そのさっき鍛えてきたの意識してなかったけれども、実際食らうとおーって思いますね。安定しますからね。くそー、いや嬉しいんだけど、ここにもあったんかっていう、ここにもあるんかーって。まあ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 、 OK としましょう。で、ここの右っすよね、あいつがいたのは。キーンっていいっすね、アイスね。そう、フレアの時はブオーみたいな感じでね、赤い画面になるんですよ。そういうとこも細かくていいかなって。まあ、フレアはもう一人の仲間の方かな。さっき言ったフォーミュラのね、息子、兄弟じゃねえか、息子か。息子の中に一人魔法使い、僧侶みたいのがいて、僧侶ジュニアみたいな、フォーミュラジュニアみたいな感じでいるんですよ。いや、簡単か、いいから。ちょ、魔法めんどくせえから攻撃にしたんだよ、それ。逆にもっとめんどくせえことになってるから。ああ、意外にいけますね。
え、こいつっすね。OK。回復して、次回、こいつとの戦いから、ちゅうことでいきましょう。すいませんね、ちょっと長くなっちゃいまして。OK。では動画の移動をよろしくお願いします。